ブルディガラの戦いは、紀元前107年に、ガリアのブルディガラで起こった、ヘルウェティ族の氏族、ティグリニ族とローマ軍の戦いである。ディウィコ王に率いられた、ティグリニ族が、ルキウスカシウスロンギヌス率いるローマ軍を破った。ポエニ戦争に勝利して、地中海世界の大国となった、共和制ローマは、北方のガリア族州周辺の勢力に対しても、影響力を保ちつつ、 いくつかの部族とは同盟関係を構築していた。紀元前100年より前、ユトランド半島、スカンディナビア半島南部を出発したゲルマン系とも、ケルト系とも言われる、キンプリ族が、テウトネス族やアングロネス族と共に、南東へ移動を開始した。ボイ族やスコロディスキ族など、ケルト系部族と戦いつつ南下し、紀元前113年に、ローマの乗リ組ム族集で、 ローマの同盟勢力のタウリス貴族を圧迫。援軍のローマ軍をのレイアの戦いで破り、キンブリテウトに戦争が勃発した。乗り組むから、アルプスの北側を通って、属州ガリアナルボレンシスに入った、キンブリ族、テウトに族の前に、失勢官、マルクスユニウスシラヌス率いるローマ軍が現れた。定住を願い出た、キンブリ族に対しシラヌスは応答せずに攻撃したが、 逆に打ち破られた。キンブリ族らは直ちに、ローマ族州に侵入せず、土地の割り当てを再三求めて、元老院へ死者を送った。スイスから、南ドイツにかけて住んでいた、ヘルウェティ族は、キンブリ族の動きに刺激されて、西ガリアを目指して動き始めた。ヘルウェティ族の四氏族の一つティグリニ族は、ディウィコ王に引きられて、ユラ山地を越え、ガロンヌ川まで進出した。 紀元前107年、ローマ元老院は、失政官、ルキウスカシウスロンギヌスと、コンスルカのレガトゥスルキウスカルプルニースピソカイソニウス、二軍を任せ、ティグリニ族が侵入した、ガリアのローマ同盟部族を助けるために遠征軍を送り込んだ。アジャン付近で、両軍はぶつかったが、ローマ軍は、ティグリニ族の副兵に襲われ、ロンギヌスとピソは、多くの兵と共に戦死した。 人営に逃げ帰ったローマ兵は、副官、ガイウス・ポピ、リウスの指揮の下で撤退する途中で敵に包囲され、運んでいた財宝の半分と人質を差し出すという条件を飲んで降伏した。ローマ兵らは、ティグリに族が見守る中、首気をくぐらされる屈辱を受けた上で、ローマへ返された。ローマ軍敗北の知らせが、ガリア中に広がると、多くの町が反乱を起こした。 ローマの属州の中で最も重要な町の一つ、トロサも放棄し、ローマの中屯兵を捕虜にした。ロンリヌス戦手後、もう一人の失政官であるクイントゥセルイリウス、カエピオが軍を率いて、トロサを再び占領し、ケルト人の莫大な財宝、オーアム・トールザナムを略奪した。戦利品は逼迫した国家財政を助けるために、ローマに送られることになったが、 族衆都市マッサリアに運ばれる途中で盗賊に襲われて奪われてしまった。襲撃の黒幕は大カエピオ自身だと噂された。紀元前105年、キンブリ族らと合流したティグリニ族はアラウシオの戦いで大カエピオ相手に大勝利を収めることになる。ありがとうございます。